皆さんこんにちは。今回の動画ではカフェの聖地という異名もある清澄白河の絶対に間違いないカフェ5カ所完全版でご紹介したいと思います。いいという噂は聞くけどどこ行ったらいいかわかんないという方にぜひ見てほしいです。駅から離れてるところが多いのでせっかく行くなら一番いいとこ行きたいですよね。ということで泣く泣く5カ所選びましたのでご参考にしていただければ嬉しいです。では早速まず1カ所目のご紹介です。清澄白河駅から10分ほど歩いたところのシェアホテルの2階にあるクレインバイダリバーさんです。人気店なので休日行く場合は並ぶのを覚悟で行っていただいた方がいいかと思います。日曜日の2時頃に行ったんですけど30分ぐらいは並んだと思いますが、お天気がいい時はとにかく気持ちがいいので全然待つのも許せる感じです。でもテラス席だと空いてたら列とか待たずにカフェバーでコーヒーとかビールとか、あとはベーカリー系の軽食買って食べるのが OK なので、店内利用とは別にワンちゃんと一緒にご利用の方とかサクッと利用もできると思います。この日は全体的に2人連れの方の利用が多い印象でした。店内はこんな感じでちょっとトーンの落ち着いたおしゃれな空間が広がってます。机とか天井とかもコンクリート打ちっぱなしの感じの雰囲気ですごくモダンでした。でなんといってもここは醸造所が併設されているので、その季節にあったクラフトビールが数量限定で楽しめます。ビール好きな方にはたまらんかと思います。お食事もヴィーガンの方に考慮したメニューとかいろいろ揃えているようですが、今回はフィッシュバーガーとプルドポークバーガークラフトビールを頼みました。バーガーはボリューム満点で大満足な味でした。あとポテトがサクサクでめっちゃ美味しかったです。コーヒーもロースタリーから取り寄せてるので深い味わいで、カフェだけでの利用でも十分満足いただけると思います。ちなみに水天宮前駅からも徒歩10分ぐらいで行けるようです。この店は完全キャッシュレスとなってるのでここだけお気をつけください。2カ所目のご紹介です。次にご紹介するのは山崎賢人さんと二階堂ふみさん出演の狼少女とクロージや、本田翼さん出演のドラマ絶対零度などのロケ地として使われたことで有名となった築50年のアパート兼倉庫をリノベーションしてカフェとして生まれ変わった深田荘カフェです。清澄白河駅から徒歩5分のところにあります。お店のオープンが午後1時からで、営業時間も限られていることもあって休日は30分ほど待つのを覚悟で行った方がいいかもしれません。あと休日だとお席も時間制限があります。今回は平日1時過ぎに行きましたが、さすがに平日だと並ばずに入れました。注文はカウンターで行うスタイルになっており、今回はアイスコーヒーとチーズケーキを注文しました。チーズケーキはしっとりとして濃厚で、レアチーズケーキに近いベイクドチーズケーキって感じでとっても美味しかったです。人気メニューのようなので悩んだら皆さんもチーズケーキおすすめです。アイスコーヒーはサードウェブコーヒー系統ではないですが、ちゃんとなかなかコーヒーの味もしっかりしてて美味しかったです。店内はこんな感じでアットホームな感じの温かい照明と木作りのテーブルが中心となって、すごく安心する雰囲気となってます。ちょこっとした絨毯とかソファーとか小物がとっても可愛くて、女子が大体好きなポイントを上手に押さえているお店だと思います。あとは築50年ということもあって、わざとレトロな雰囲気を残しつつカフェとしておしゃれに作り変えられてるところとか、ちょっとした絵も至るところにかかってたりして、あったかい雰囲気が統一されていて落ち着く場所でした。貸切イベント対応なので不定期でお休みもあるみたいなので、行く前はお店の Facebook などを確認してから行くといいかと思います。カフェではないので5選の中には入れてないのですが、ブルーボトルコーヒーから徒歩1分ぐらいのところにあるこちらのアライズコーヒーロースターズもご紹介しておきます。自家焙煎のコーヒーショップで、お店で焙煎した豆の販売とドリップコーヒーの提供がメインのお店です。豆は18種類ぐらい揃えているようで、コーヒーが本当に好きなんだなとコーヒー愛がたくさん感じられるお店です。海外からもコーヒー好きなお客さんがアライズめがけていらっしゃる、結構多いみたいです。今回アイスコーヒーを頼みましたが、この透き通った感じの綺麗なコーヒーを見ていただければ分かる通り味は間違いないかなと思います。
店内と外のベンチに少し座れるところもあるのでイートインも可能です。ぜひこちらも立ち寄ってみてください。3番目にご紹介するのはサードウェーブコーヒーブームの火付け役とも言われているブルーボトルコーヒーの記念すべき第1号店清澄白河フラッグシップカフェ店です。全47席あるみたいですが、天井もすごく高く作られていて開放感も抜群ですし、空間もゆとりを持ってインテリアが配置されているので広々としていてすごくリラックスできる雰囲気でした。結構ブルーボトルはどこの店舗行っても外れがない印象ですが、ここはやっぱり第1号店ということもあって限定フードメニューとか限定グッズもありますし、ブルーボトルのいいところ全部詰まった感じのお店です。あとはブルーボトルコーヒー初となるフルサービスのおもてなしもしてくれるので、それ目当てに行くのも面白いかもしれません。今回は平日の午後に行ったので並ばずにすぐ入って作業とかも全然できる感じでしたし、私の他にもパソコンで作業している方や家族連れの方とかローカルっぽい雰囲気の方とかいろんな方がいらっしゃいました。並んでなかったのでゆっくりお茶できましたけど、休日は余裕で1時間待ちとかもあるみたいです。ただ整理券が配られて時間になったらお知らせしてくれるスタイルになっているので、清澄白河エリアを散策したい方には逆にぴったりかもしれないですね。今回注文したのはコールドブリューアイスコーヒーとグリルドチーズサンドイッチ、チーズ味のトマトスープ添えです。予想外にこのついてきたトマトスープが絞りたてって感じで甘くてすごく美味しかったです。コーヒーはブルーボトルの安心の味でした。2階はオフィススペースになっていて上がれないようになってますが、1階の空間がおしゃれで創造的なので、ここでしか手に入らないグッズを見てみたり豆見たりしてゆっくり堪能してください。4番目にご紹介するのはオールプレスエスプレッソ東京ロースタリアのカフェです。オールプレスエスプレッソは1989年にニュージーランドから始まったコーヒーロースターで、風味へのこだわりを大切にしているロースタリーです。ここの店舗は古い木造の倉庫をリノベーションして作られていて、こちらのお店も天井が高くて入り口側の壁が全部オープンになっているので開放感があって外国のカフェっていう感じで、とっても雰囲気が良かったです。席数は規制緩和のためか多くはないですが、店内に数席と外のテラス席が数席ありました。なのでゆっくり座って作業されている方とかはおらず、立ち寄って少しカフェしたりコーヒーとベーカリー買って散策行ったりする方の利用が多い印象でした。あと入り口が広いからかベビーカーのママさんとかのご利用も多いのかなと思います。一応 Wi-Fi も飛んでるみたいですが、店内では作業する感じではないかなと思うので、フラッと美味しいコーヒー飲みたい時にぜひご利用ください。今回はラテのみのオーダーで、美味しそうな手作りのベーカリーもたくさん種類があって魅力的だったんですけど、コーヒーのみ単独で堪能させていただきました。コーヒーは美味しいのは間違いないんですけど、やはりオールプレス独自の熱風式焙煎機を使用して焙煎された豆を使っているので深みがあるお味のラテでした。ちなみにニュージーランドスタイルのラテはエスプレッソをダブルにして入れるみたいなのでコーヒー感が強いと思います。ドリップコーヒーは季節別でシングルオリジンとかブレンドとか楽しんでいただけるみたいです。グルテンフリーのフードも多いのでアレルギーお持ちの方とかも安心してご利用できます。バナナケーキとかチーズケーキとかスコーンとか結構人気みたいなので、こちらのお店にいらっしゃる際はぜひ合わせてトライしてみてください。最後にご紹介するのは清澄白河駅から徒歩5分ぐらいのところにあるニュージーランドから来たエスプレッソとライフデザインを融合したオセアニアスタイルカフェのイキエスプレッソです。お店は2階建てになっていて、1階はこんな感じで植物とかおしゃれな雑誌とかもたくさん置いてあって、ゆっくり癒されるクオリティタイムを過ごすのにちょうどいい雰囲気になってました。店内の色のトーンも落ち着いていたので、一度入ったらなかなか出たくなくなります。2階も絵がたくさん飾ってあっていい雰囲気なのですが、このたくさんある席も休日だとめっちゃ並ぶので、時間に余裕を持って向かっていただけるといいかと思います。今回行った時は平日の2時頃でしたけど、余裕を持って座れたので平日に行くのはおすすめかもです。ここのお店では豆はすべてニュージーランドから直輸入したものを使っていて、それを自家焙煎して
高品質のコーヒーを出してくださってます。今回はラテを頼みましたが、やっぱこちらもニュージーランドスタイルのコーヒーなので、味がしっかりしていてコクと深みが感じられてとても美味しかったです。あとはいろんな種類のベーカリーも用意されていて、外国風のブランチカフェメニューもいろいろあるので、プチトリップ気分も味わえるかと思います。ここのメニューのエッグベネディクトはなかなか日本だと食べられるところがないので、それを目当てに来る方も多いみたいです。お客さんはブランチやカフェしに来ている女性の方が多い印象でしたが、カップルで来るのもいいと思いますし、 Wi-Fi もあるので平日であればもちろん一人作業でも大丈夫かと思います。隣に倉庫をリノベーションした多目的スペースも併設されていて、貸し切ってギャラリーの展示イベントとかもできるみたいです。以上5カ所、清澄白河のおすすめのカフェ5カ所ご紹介しました。ぜひ皆さんも行ってみてください。